はい、どうもカッチです。ビッグモーターの問題で次々にね、取引先が離れているようですね。ビッグモーターは中古車販売と買い取りの会社ですけども、修理とかもやってるわけですね。そしてまあ車検とか点検とかもやってるわけですね。さらに保険代理店業もやっていて、当然まあ契約のね、際とかにはローン契約もあるわけですね。まあ実はね、ローン契約っていうのがビッグモーターに限らず美味しいようですね。ローンを決めたら審判会社からいくらかね、キックバックで手数料がもらえるわけですね。まあ、これはね、ポイント還元と似たような仕組みですね。ただまあそのね、ローンを組んでくれる審判会社から断ってきたわけですね。審判大手ジャックスがローンを組めないということで、ビッグモーターと取引をしていることで信用が落ちちゃうからね、取引をしないということですね。ビッグモーターのシェアの半数を占めてたようですけども、今後の取引を断られたわけですね。まあ受け入れてほしかったらね、会社を劇的に変化させるということですね。取引がどんどん離れていくでしょうね。少なくとも新規で取引をしてくれるところはないでしょうね。これからは市とかね、イオンモールとかから賠償命令が出て、その分を返済していたら、もうこの倒産か買収されるしかないけれども、買収先が現れるかですね。一番の原因は前副社長のですね。ただまだ一度もね、声明を発表してませんよね。LINE で社員に暴言を吐いてたのは、このね、前副社長のようですね。現役の店長さんのインタビューでは、問題が発覚するまで約30ものグループ LINE に参加させられて、前副社長から指示とかね、罵倒とかがひっきりなしに飛んでたようですね。まあ、副社長から直接だから、証拠もいくらでもね、残ってますよね。社員がトップに対してパワハラとかで、集団訴訟とかにもね、発展するかもわからないですね。どうせまあ潰れるんだったら、社長の財産をみんなでね、山分けって感じで、4人に1人が悪さに加担していた集団ですからね。まあ、ちなみにね、新たな疑惑としてビッグモーターの社員が客の名前を装って同業他社に査定の日程を、ね、入れて勝手にキャンセルしたりとかして、そういったね、嫌がらせ行為とかも判明しているようですね。ビッグモーター側によるね、こうしたまあ同業他社への客の成りすます行為とか査定妨害は普通にあって有名な話のようですね。そんな社員と分かっていて買収はしたくないですよね。どんな結末を迎えるでしょうね。まあ、ちなみに、ね、女性自身にアクション予定の回収後の広さについて、天皇陛下がね、17歳だった頃に比べて異例の広さだと紹介されてましたね。悠仁さまは7月29日から30日まで鹿児島で開催されていた全国高等学校総合文化祭に臨席されてましたね。結構さまはコロナで出席できなかったわけですね。まあそれでね、アクション様と悠仁さまが初めて公務で、悠仁さまの地方公務も初めてってことですね。高校時代の夏休み期間の地方公務っていうのは、眞子さんも佳子さまも経験しているようですね。秋島家のね、恒例イベントってことですけども、宮内庁関係者は危惧の念を抱いているということで、悠仁さまはお姉様方とは立場が違うところですね。それなのに同程度しか公的行事を経験されていないのはどうなのかっていうことで、まあ、経験がね、少ないということですね。まあ、最近に慌てて公務を増やされたイメージですね。30日には鹿児島市内の一流ホテルで市長らともね、昼食会があったようですね。で、まあ、悠仁さまも出席されたようです。ただまあこういった席に出席するんじゃなくて、普通の国民たちと接する機会を増やす方が将来のためになるというね、意見とかが宮内庁内にはあるようですね。まあ、確かに天皇陛下はイギリスに行ったことで国民とね、触れ合いの重要さに気づいて、それからね、どうすればもっと国民と触れ合えるかということでね、相談の頻度が増えたわけですね。国民と信頼関係を築くには、国民の実情を知ることで国民に姿を見せることが必要だということですね。それなのに国民の前どころか学校の前にも姿を現せないわけですね。今回の総合文化祭でも同世代の高校生たちと交流することに積極的ではないところですね。まあ、アクション5歳がね、無理やりセッティングして交流させようとしているイメージで、悠仁さまは無表情ですからね。これに渡部教授も、一般国民の日常の現状を知ることもなく、その生活水準からかけ離れた特別な待遇の中で生活をして、それがね、当然と思っているんじゃないかとですね。それだとね、国民の心が皇室から離れてしまうわけですね。アクション予定の改修工事も総額50億円と言われてますよね。しかもそこにはね、佳子さまが引っ越されずに5人がね、仮住まいをされた御学所に一人暮らしをしているわけですね。そういった特別待遇が当たり前の感覚になっているんじゃないかとかですね。旧御学所も完成して4年ですけども、またね、大規模な改修工事を半年かけて行う予定のですね。これは明らかにね、佳子さまの一人暮らしが関係しているわけですね。もともと御学所の私室部分は512平米に5人が暮らしていたわけですね。まあ、それがね、眞子さんと佳子さまの部屋を作らないということで、70平米も広くなって3年しか住まないわけですね。まあ、これはね、どう考えても頭がおかしいですね。皇嗣職は秋島邸にね、佳子さまのお部屋が確保できなかった理由について、悠仁さまの高級的なお部屋のためと説明しているわけですね。悠仁さまが誕生した時には2階に8畳ほどの悠仁さまの部屋と看護師らの待機室があったようですね。それがまあ皇嗣職の説明によると、悠仁さまファーストの考え方で広く取るために眞子さんと佳子さまの部屋がなくなったわけですね。これも悠仁さまがね、小学校から関心をお持ちだったトンボ類の生息環境の調査とかで、小学校1年からね、宮内庁文化祭で昆虫の標本を出品されているわけですね。
なんかまあね、この標本とかも10年間ね、作り続けてるだろうから、収蔵スペースだけでもかなりのね、スペースが必要になるわけですね。500平米のうちに、悠仁様の部屋はどれぐらいが使われているのかとですね。まあ、ちなみにね、天皇陛下は17歳の時に8畳の世間だったようですね。私室部分の改修工事は、悠仁様最優先で進んだってことで、佳子様はどんなね、心境なのかとですね。まあ、それ家族の仲は悪くなりますよね。まあでもね、佳子様は入江の広さで5人が暮らしていた500平米に1人で住んでるわけですからね。まあそしてね、さらに住みやすくするためにまたね、改修工事が行われるようですからね。秋島家でのね、待遇は弟以下かもわかんないですけども、まあそれがね、弟ばっかりずるいと思ってるんですかね。それにしてもね、トンボの標本なんて作ってないんでしょうけども、もし仮にね、作り続けてるとしても、なんか生き物とかを突き刺して標本っていうのもね、どうかと思いますけどね。そもそも標本っていうのは死んでからだとね、腐り始めてるんで、標本として使えないんで、生きてるうちに殺しますね。標本の作り方を説明している専門家のね、記事とかでも、かわいそうですが、生きたまま殺しますと、殺し方までね、紹介されてます。薬品で殺すか、まあ、それがね、ない場合っていうのは、冷凍締めか、熱湯締めか、レンジでね、チン締めが紹介されていました。生き物を愛する天皇ご一家とは大違いですね。そのね、昆虫の標本を6歳の頃からやってるわけだから、生き物を殺すことも何とも思ってない感覚なんかもわからないですね。無表情になるのもなんとなくね、うなずけますね。帝王学とは真逆の教育がされてるような気もしますけどね。まあそれにしてもね、鹿児島には飛行機で行ったんですかね。普通はね、移動の時に電車にしても飛行機にしても速報で出発とかね、帰られたとか報道されますよね。まあそれがね、出発した時も戻られた時も報道がなかったですよね。まあこれはね、飛行機で出発したら濃い継承順位1位と2位が一緒だから炎上すると思って報道しなかったんでしょうね。まあこの辺ね、広報室がそういった風に指示を出したのかわかんないですけども、いろいろと問題が多いですね。まあちなみに紀子様が天文学国際会議に出席するために福島県へ行かれてましたね。500人参加予定が100人もね、キャンセルしてオンラインに切り替えた会議ですね。紀子様はリモートでいいと思いますけども、泊まりがけの公務で行かれたんですね。郡山市ふれあい科学館では天の川の秘密を探る特別プログラムを10分ほどね、鑑賞されてですね。鑑賞した後に星空に包まれて癒しのひとときが感じられたとか、宇宙に行くような体験ができたとコメントしてるんですね。まあギリギリね、小学生高学年ぐらいのコメントですかね。まあちなみにね、天文学に関する国際会議でも開会式でお言葉を述べたようですね。総額50億円の豪邸の方が癒されるんで、ぜひね、今度遊びに来てくださいぐらいのね、冗談言った方が来ている人も笑ってくれそうですけどね。宇宙と私たちの世界についての理解が一層深まることを願いますと述べられているんですけども、なんかね、よくわからないですね。私たちの宇宙に対する取り組みがとかだったらね、なんとなくわかりますけども、宇宙と私たちの世界と言われるとよくわからないですね。まあこれもね、日本語が苦手な部分が出てしまったんでしょうね。まあそれかね、感想を職員が考えてくれたけども、チャット GPT でちょっとね、楽をして、おかしな受け答えになったんですかね。天文学の部門は、新たな発見したところでお金にならないから、寄付とかも集まりにくいんですかね。だからまあ常にね、寄付をお願いしたりとかしていて、苦しいようですけども、そんな中でお金をもらっての謝礼公務ですからね。司法公務なら、莫大なね、警備費用とか、移動費とか、いろいろとね、税金がかかるのに、政府も考えてほしいですね。自民党の女性局のフランス旅行とかも無駄な税金が多すぎて、それをなくしたらね、消費税も 0% で全然ね、いけるんじゃないですかね。まあ、ちなみに紀子様は終始ノーマスクでしたね。スピーチも英語で頑張ってましたけども、相変わらずね、声も小さくて、日本語英語だし、原稿を見ながらだからね、これこそリモートで良かったと思いますね。牧師様よりかは英語はね、得意かなっていうレベルですね。コロナも5類だから別にね、いいけども、宮内庁も超えた時こそね、リモートとか公務を考えてほしいですね。まあそれにしてもね、やはりまあ悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？このチャンネルでは国会図書館とかで古い記事とかを取り寄せて、他のチャンネルではね、見れないような情報とかも扱っているので、まあ、こんな記事を扱ってほしいっていうのもあったらね、コメントをお願いします。まあ、そして良ければね、チャンネル登録とベルマークをクリックをして、まあ、通知の設定の方もしておいてくださいね。